皆さんこんにちは、さやです。今日はセリアさんで購入品があるのでご紹介していこうと思います。で、ちょっと一個だけ、気になったのがあったので、それだけねご紹介してから、今日はねもうほとんど可愛い系に寄って購入してきたので紹介していこうかなと思います。で、一個だけ気になったのがですね、こちらなんですけれども、シンクを洗うスポンジで、これ黒なんですけど、これの白もあったんですね。で、何が違うのかなと思って見たんですけど、多分あんまり違いはないのかなと思ったので、今回はちょっと黒をね買ってみました。うちね、あのシンクとかこの排水口とか洗うのはあのたわしで洗ってるんですけど、シンク用のスポンジがあるんだったらそれでいいかなと思って今回ねこれ買ってみました。ちょっとねこれで綺麗にしていこうと思います。はい、では次からはですね、可愛い系でね全て購入してきたのでご紹介していこうと思います。まずはこちら、はい、紙皿なんですけど、丸ボール型ということで、こんな感じのね丸いこう深型のボール型になっているお皿ですね、紙皿ね、レトロファンシーの紙皿ですね。6枚入りなんですけど、このねレトロファンシーって基本的に可愛いじゃないですか、もうこの柄だけで。なのでこれのね紙皿があって買ったんですけど、これの平べったいのがあればそっちも欲しかったんですけど、これねこの丸皿しかなかったので、ボール型しかなかったのでこれを一つ買ってきました。これねお菓子入れたりとかするのにすごく便利で、一人でねおやつを食べるときにこういう紙皿に移しておやつを食べたりしてます。こぼすので、私ボロボロとこぼしちゃうから、これをね必ずこういうのに入れるんですよ。で、この紙皿にこうなんていうのペーパーナプキンをこう敷いて食べたりとかしてます。気分上がりますよね。なんかあの袋から直接よりはなんかねこう気分が上がっていいなと思って、こういうのに入れるようにしました。はい、で続いてなんですけれども、ちょっとね文房具いこうかな。はい、こちらの付箋、ダイカットの付箋なんですよ、矢印で。これね全部柄の違う矢印の付箋なんですけど、私これ仕事で使うのにすごく便利で、ここですみたいなこの矢印がすごく便利でリピート商品なんですけど、もうそろそろ使い終わるのでこれをね一つ追加で購入してきました。これねほんと便利です。あの書類にペタペタ貼ったりとか、あとはあの連絡事項とかあったりするときにここですみたいな矢印にこれを使って仕事をしてます。はい、こちらリピート商品になります。で、続いてがこれね初めて見つけてめっちゃ可愛いと思って買ったんですけど、こちらマスクケースなんですけど、スポンジボブのマスクケースなんですよ。可愛いですよね。もう私今までこういうマスクケースって持ってなくて、もうあの私ね結構性格大雑把なので、車にあの50枚入りのねこの箱のマスクをそのままボンと積んじゃってるんですけど、さすがにねあのバッグに入れるのに何も入れないでそのままっていうのもあれだし、今まではあの個包装になってるマスクがあったのでそれをバッグに潜めてたんですけど、ちょっとねそちら在庫切れになってきたのでマスクケースを買ってみました。で、これねスポンジボブでめちゃくちゃ可愛いと思ったんですよね。あの他のねやつとかもあるんですけど、ほらここがもうねマスク入れるようになってて、パチッとねできるようになってて、後ろにこう挟めれるところもあるんですよね。そうで、この素材も結構長く使えそうな素材でいいかなと思って買いました。ここはね予備のマスクを入れて、であのコーヒー飲んだりとか、あとお客様と食事とかってした時にマスク外すので、その時はここにねマスクをこうスッと使ってるやつを入れて、
あとはこうファッと取ってすぐマスクができるようにしようかなと思って買ってきました。これすごく可愛いです。はい、で続いてがこちらの巾着になります。これもねティンクルダイナーっていう模様なのかな。ほらなんかねダイナーのアメリカのねダイナーのこうメニュー表だったりとか、可愛くないですかこれ持ってるものが。ほらで後ろもねちゃんとこういうプリントがされててすごく可愛いと思って買ったんですよね。もうでここも紐もあのなんていうのツルツルしてる平べったい普通の紐の布とかじゃなくってちゃんとしたこういうね紐になってるのでこれ壊れないかなと思って買いました。でこれもう一種類あったんですけど私はね今回こっちの種類だけがもっからねこれだけを買ってきてますね。違う方も可愛くて迷ったんですけどもうこっちにしました。で続いてがですねこちらのレターセットになります。でこれはあの便箋と封筒しか入ってないんですよね。これはねシールがね入ってないやつなんですよ。封筒4枚の便箋8枚っていうことでこれねクマちゃんなんですけどウサギとあとなんかいたかななんかね 3,4 種類ね出てたんですね。でちょっとね開けてみると封筒がねこういう感じでこの赤がすごく可愛い、こういうね深い赤がすごく好きでほら後ろがこうやって宛先書くようになっててこのね深いボルドーっぽい赤がねすごく大好きなんですよね。こんな感じでで便箋の方がこれはねこう横に罫線が入ってて縦じゃなくってねこうなんだろうノート型になってる感じなのでこれもねまた新しいなと思って買ってきました。このねさりげないケーキがねまた可愛さを出してるなと思ったんですよね。これすごく可愛いです。で他のねこのクマちゃんじゃないやつも便箋はねこういうノート型になっているタイプの便箋だったなと思いますね。はい、これもねすごく可愛いと思って一目惚れでこれは買っちゃいました。はい、で続いての商品がですねこちらになります。レターパッドなんですけどノスタルジックアニマルというタイプのキャラクターのレターパッドですね。はい、開けるとこういう感じになってます。でめくるとあ可愛いですねこういう。で私便箋だけでいいんですよね。ぶっちゃけ封筒はあの送るわけじゃないのでこのねレターパッドだけで本当は足りるんですけどね、あのお客さんのところにねこう郵送物を出すときにちょっと一言ね書いてあげるのにこういうレターパッドを使ってこう、ね、お手紙をちょちょっと書いてます。はい、でこれはね全部同じ柄のねものになってますね。で全部ね印刷は同じ濃さのね印刷でされてますね。これも可愛いです。でこういう系のねレターパッドすごくいっぱい発売されてるので選ぶのも楽しいですし使うのも楽しいなと思って最近ねいっぱい書いてます。こちらで続いてがですねこちらのデザインペーパーになりますね。これもねもういろんな方がご紹介されてるので皆さんね見てるかなとは思うんですけれどもやっと見つけたので買ってきました。4デザインが9枚ずつ入っているものになります。でこれの嬉しいところはですね両面印刷されてるっていうところですねがやっぱり一番嬉しい。36枚入りのレトロポップのものですね。はい、では1枚ずつね見ていきましょう。はい、まずはこちら、はいね、喫茶店のねあれがまた可愛いですよね。メロンソーダも私好きだしプリンアラモードもね可愛い好き。でこれは後ろがね黄色いこういう花になっています。で1枚がねそれなりに分厚さがあるので本当にペーパーとして使
使える折り紙かなと思います。で、身柄目がこちら、懐かしいですよね。クレヨンとか、私の時はね、この牛乳じゃなかった。給食の時はね、パックだったな。あ、でもこのね、チューリップのこの名前入れて、ここにね、胸元につけるパッチね、なんか幼稚園の時こういうのだった記憶が若干ある。分度器とかで、後ろはね、水色の水玉になっています。で、3柄目がこちらになります。これもすごく可愛いですね。いろんな方向からね、こう攻めていけるっていうのがまたいいですよね。ちょっと回しちゃった、ごめんなさい、はい、で、後ろは黄緑、なんかレトロ調なのがね、やっぱり可愛いと思う。こんな感じで、で、3柄目がですね、こちら、いろんなね、アニマルたちがいますね。こんな感じの色合いになっています。で、どの方向から攻めていけるのもすごくいいと思いますね。後ろはピンクの水玉になってます。はい、で、これが36枚入ってますね。で、続いてなんですが、もうね、10月始まりの手帳が発売され始めていました。で、今回ですね、私は2つ買ってみました。まずはこちら、はい、これもね、10月始まりの手帳なんですけれども、そんなにね、大きくないサイズになってますね。で、年間カレンダー、マンスリーと年間スケジュールとノートがついているタイプになってます。 A6 サイズですね、はい、で、開くとこんな感じで年間のカレンダー、はい、で、こんな感じでね、書けるところがあって、はい、で、マンスリーですね。で、中に関しては、このね、レトロアニマル、レトロファンシーの柄はないんですけども、で、ちょっと端っこの方にね、こういう模様はね、あるんですけど、このマンスリーもその月によってね、色が違います。こんな感じで色がね、違うんですけど、こんな感じで、マンスリーが終わると、はい、こちらはこの方眼のね、メモ欄になってますね。で、これもね、1ページ1ページこのノートが色がね、違います。こんな感じで使いやすいと思います。で、最後はね、この点線のドットになってて、終わりかな、うん、これで終わりですね。で、一番最後にこのね、アドレスとか書けるところがあってっていう感じなので、仕事で使うのはちょっと不便かなと思うんですけど、まあ、学生さんにはいいのかな。バイトの時間を入れたり、バイトのところにこう印をつけたり、あとはこう学校がね、早く終わる日だったり、部活の日だったり、休みの日はお友達と遊びに行くだったり、デートだったり、そういうのもね、書き込めるくらいの余裕は十分あると思います。これはね、100円でこれだったらすごく可愛いと思います。これで、両方にね、こういうのがあって、ただ、目印のなんていうの、こういうの、しおりみたいな紐、あれがついてないので、まあ、もしね、使う場合は、何かこう、目印になるクリップとかをこう差し込んでね、使ってあげると使いやすいかなと思います。で、手帳はですね、こちらのタイプが一つと、あとは同じタイプでこちらのタイプも出てました。で、これはね、後ろも可愛いんですよ。こんな感じになってます。はい。で、これも中身はね、すべて同じですね。はい。中身もすべて同じ。で、こちらもね、方眼のノート欄が後ろの方についているものになってますね。はい。で、これとこのタイプがね、両方とも発売されてましたので、一個ずつ買ってみました。すごく可愛いと思います。はい、こんな感じで手帳はね、もう2つを買っています。で、続いてがですね、シール
かな、シールとか、あとはマスキングテープをご紹介していこうかなと思います。今回ですね、結構出てました。で、散々迷って選んでね、購入してきたものがあるのでご紹介していきます。まずはですね、セリアさんシールセレクション、こちらですね、もう皆さん大好きかと思います、シールセレクション、はい、こんな感じの可愛いタイプのうさぎちゃんの方ね、買ってきました。で、これ違うタイプのね、柄もあったんですよね、水色の方かな、これはね、ピンクの方をね、買ってきました。こんな感じになっています。あまりね、近くにやるとピンボケしちゃうのでね、この辺で、はい、で、シールセレクションはね、今回これだけになります。で、続いてがこちらのスティックフレークシールですね、はい、フレークシール、マスキングテープ素材のフレークシールになってます。で、これはピンクって書いてあるんですけれども、こちらのね、ブルーのタイプもありました。で、ノートにね、貼ったのがあるので、そちらをね、ご紹介していこうと思います。で、まずはこの2つのタイプと、あとはこちらのマスキングテープ、あ、マスキングテープじゃないや、フレークシールも買ってきてます。はい、で、これはですね、7デザインが5枚ずつの35ピース入ってますね、書き込めるフレークシールだそうです。で、こっちはね、10デザインが3枚ずつで30ピース入っています。はい、こちらもですね、10デザインが3枚ずつの30ピース。で、ノートにね、つけたのがあるのでご紹介していこうと思います。はい、こちら、まずね、こっちの上がね、このピンクがここから上になります。こんな感じで、すごく可愛いと思いますよね。こういうの一個一個がね、全部違うのでね、出して使うときに何使おう、うんって出したやつがね、どれかっていうのもすごく楽しくていいなと思います。で、この下がね、ブルーの、こちらのブルーのタイプがこっから下のものになります。こんな感じで、またね、イメージ違うと思います。ちょっとね、引きで見せるとこういう感じです。可愛いですよね、この淡い感じなんですけど、そこまで薄い色でもないし、結構ね、はっきりノートに貼ってもはっきり柄が見えてくれるので、これはね、ありがたい、こんな感じですね。はい、で、こちらね、この書き込めるフレークシールのタイプがこちらになります。こんな感じでね、ここに文字が書けるようになってますね。こんな感じで、この辺にね。で、これはね、すごく可愛いと思いました。ハートをね、こう半分に持ってる猫ちゃんとうさぎちゃんなんですけれども、このね、ハートをこう少しずらしてあげたりとか、まあ、くっつけて貼ってもいいかなと思うんですけど、あとはもう完全に離した感じで貼ってあげても、また可愛さが出るんじゃないかなと思いますね。これすごく可愛いです。これもね、もう皆さんご紹介されてるのかなと思ったんですけど、私買ってなかったのでね、ご紹介がてら購入してみました。すごくね、可愛いです。で、シール自体、これすごく分厚いこうシールになってて、マスキングテープ素材ではないので、剥がれてきたりとかもなかったですね、ノートに貼った感じだし、贈り物にね、ここ書いて、贈り物にこうペタッと貼ってあげても、途中で剥がれる心配はないかなと思いました。破れないので、これはね、可愛いです。おすすめですね、これ。はい。で、今回買ってきたシールがですね、こちらのフレークシールが3パターン買ってきてます。で、続いてですね、マスキングテープをね、ご紹介していこうと思います。で、マスキングテープなんですけれども、もう可愛くて可愛くて、迷いに迷って、6個買っちゃいました。またやっちゃった。こうやってね、マスキングテープが増えていくんですね。はい。で、まず一つ目がこちらになります。レトロメルヘンのマスキングテープですね。切手風ということで、こう一枚一枚ペリペリね、剥がせるタイプのものですね。で、これはこの一種類しかね、見つけられなかったので、この一種類しかないのかなと思うんですけど、どうでしょうね。
25ミリ幅の長さが約2メートルのものになります。でこちらですね、買ったのがこんな感じで、これでね、あのワン、なんていうの、一セットみたいな感じだったので、とりあえず一セット分貼ってみました、ここに。で途中からピリピリね、こう切り離しが効くのですごく便利ですね。で実際ね、こう切った感じ切りやすかったし、失敗することもなかったです。この辺とかね、切ったんです、こう手でちぎった感じなんですけど、全然ね、あの切れないとかそういうのもなかったし、間違って切りすぎたっていうのもなかったので、安心してねピリピリ切れますね。すごく可愛いですよね。やっぱりね、このファンシー系もレトロ系もね、やっぱりすごく可愛い、買っちゃう。はい、で続いてがですね、こちら、これはねレトロポップかな、レトロポップのマスキングテープ。でこのね2つのうちのどっちかが入ってますよっていうことだったので、両方買ってきました。はい、ちょっと見えないですね。これもねノートに伸ばしてあります。でジャンコードは両方ともね同じでした。はい、これでワンクールみたいな感じね、ワンセットみたいな感じで。でこっちのね柄もすごく可愛いんですけど、なんかレトロ調な感じなのはこっちの上の方かなと思いますね。レトロポップって言ったら多分こっちをイメージするかな。こっちはこっちでね可愛いんですけどね、あの動物クッキーだったりフルーツキャンディーとかいろいろね、こうお菓子がね書かれてる。ちょっとねぼやけて見えないか、ちょっと私の顔が大きいか、ぼやけて見えないかな、こんな感じになっています。はい、で最後にねご紹介するマスキングテープがこちらになります。これもねすごく可愛い。で一つこれね、3つのうちのどれかが入ってますよっていうことだったので、これも3つ買ってきちゃいました。はい、15ミリ幅の3メートル巻きですね。これもねすごく可愛いんです。でこれもジャンコードは 3つ全部同じになってます。なので買うときはね中も確認して買われるといいかなと思います。でそれをですね伸ばしたのがこちらになります。はい、でキラキラねホログラムが箱押しがされているものなのですごく可愛いですね。でこの色も可愛いんですけど、こう少し色が変わっていくような感じになってるのも可愛いんですけど、このブルーも可愛くないですか。これもうねこれ系はねやっぱりね全部買っちゃいますね、可愛くて。はい、こんな感じのマスキングテープを3パターンのやつですね買ってきました。もうねセリアさんね本当に最近やばいくらい可愛いです。でいろんなセリアさんにねちょくちょくこう回ってるんですけど、そういうところでねこういっぱいね見つけちゃうとついついつまみがいいみたいな感じでこう1個2個買って、こっちのお店でも1個2個買ってみたいなのをやっていくと、もう帰ってくる頃には袋何個もねいっぱいになっちゃったりとかしてて、ちょっとお家の中のお片付けもね大変なんですけどね、ついつい買ってしまうんですよ。はい、はい、で、昨日ね上げさせてもらった動画の中でもちょっとあの話はしてたんですけども、収納のね仕方をやっぱりねコメントの方でいただいて結構見てみたいっていう方が多かったので、週末にかけてね今週末にかけてねちょっと撮影をしてみようかなと思います。で私も仕事をちょっとしているので、日中平日の日中ちょっと時間が取れないっていうのもなかなかあってですね、ちょっとそのお家の中のこの何物撮りみたいなこう撮影するのがねちょっと大変なんですね。まずお片付けをしなきゃいけないので、うん、なので平日はねこの購入品の紹介だったりとか、まあ、あとは他のね何かご紹介できるものがあればね次々こう出してご紹介していこうかなと思っております。はい、なので収納系はねちょっと週末にかけてやっていくので、もう少しね待っててもらえればなと思います。はい、今日もさやさん可愛かったですね、可愛いものいっぱい買えてましたねって思ってくれた方はぜひぜひ
高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしておりますので、コメントの方もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。